おはようございます。 JR 国分寺駅南口にあります額縁と洋画材料専門店次男画房2代目店主の長谷川です。いつも頭に手ぬぐい巻いています。はい、今朝もですね、日課としております。朝活、階段ね、上り下り実践中です。はい、昨夜ですね、僕の住んでるマンション、仕事が終わってね、帰宅したらなんか断水してまして、なんか昼間にあったね、水道工事の手違いかなんかで夜になって水が出なくなっちゃったらしくてですね、マンション全体大騒ぎみたいな感じで、で、ね、夕飯もね作れなくて外食しに久しぶりに行ったんですけど、たまのね外食ねちょっとはしゃいちゃいまして、食べ過ぎたらですね、物の見事に今朝体重増えてました。はい、ほんとね痩せるの大変ですけど太るのって簡単ですね。はい、そんなわけで今日も、ね頑張って運動していきたいと思います。はい、額縁や次男画房は今日もですね、朝10時開店予定です。はい、よろしくお願いします。